します。え、宇治浜じゃなくて4時退出だそうです、それ申し訳ありません、僕がちょっと時間を取りに。で、岡部さんのお話とは違ってですね、実にざっくりとしたお話をします。で、前回の、まあ、報告を受けて、どういうところでその共通の議論の基盤が見つかるかということだったんですが、私ずっと障害者の家族の研究をやってるもんですから、で2つの点でハンデがあるなと思っています。1つは基本的に家族研究っていうのはどうしても規範研究に偏りがちです。まずは大体その家族の調査をすると運動や要求に立脚して調べざるを得ない。するとそこではかなり規範的アプローチが中心に採用されている。そしてもう一つは、経済学や法律の方と議論をするときには先ほどのその、モラルハザードの話にもありましたけど、基本的に人間はずるい合理的な存在だということを前提にしていますが、家族というのは、どっからどう見ても非合理な面が多い。つまり、ゲーム理論が想定するような合理的人間像からかけ離れた、ことがよくある。いや、ほとんどそうだよ。で、今川場先生が新聞ベースで非合理な人間をどう説明するかっていうお話されてますけど、一つはその利他性ですね。自分を犠牲してでも誰かを守りたい。しかしゲーム理論が想定する利他性というのは、いつか自分に徳が返ってくるという前提じゃないと成立しないんじゃないかと思っているんですが、家族の場合自己犠牲がまず一つで、もう一つは限定合理性というそうなんですが、つまり人間の合理性には限界があって、自分が死ぬと分かっていてもそういう行動をせざるを得ないことがある。つまり、家族というのは自己犠牲をしてしまう。じゃあそれはどうやって説明できるかということを、考えてですね。で、私はおそらく政策、法律、経済といったら、私はその感情というところを一つの主張の論点にしたいなと、この研究会のと。つまり人はたとえ非合理でも感情的な生き物であるということを、自分の議論の基盤にしたいなと思っています。で、ただ言葉は共通にしておきたいので、経済の言葉やですね、法律の言葉を慣れないですが使っていきますので、多分間違った使い方もあるかと思いますが、そこはちょっと教えていただきたいなと思います。で、最初レジュメからいきますが、まず外部性って言葉なんですけど、家族ケアっていうのは基本的には、不思議なもんです。で、家族がやるとタダなんだけど、家族以外の人がやると有料になるというのが今の大まかな社会政策、社会福祉サービスの前提です。で、同じことをしているのに、ある人がやるとタダになって、ある人がやると有料になって、その人は給料をもらって税金を払えるというのは考えてみると不思議な話です。だったら、お金を払いたくない人っていうのは、レジュメが間違ってるんですね。家族の外側で行えば有償化されている、家族の内側で行えば無償であることが当然されている。で、得をしたい人はできれば家族の中で片付けてほしいと思うだろうし、損をしていると思う人はできれば家族のことに全部押し出したいと、そうすれば自分の利益が最大化されるはずなんですが、実際はそうなっていない。で、まずその得損っていうのは、一つは金銭的なものです。つまり家の外で介護労働をすればお金が入るにもかかわらず、家の中でそれをしている、それは無償労働です。で、もちろん働けば体も心も疲れます。で、身体的精神的な負担もありますから、人はただでこれをやる論理は合理的だったらそれほどないはずなんです。しかし、家族は、親はそれをするわけです。で、継続性とか暴力の問題というのは、一つは、障害者家族は実は4類型あるんですけど、まあ親がとりあえず体が元気で子供がそうでない場合、何らかのインペアメントがあって誰かのケアを要する場合が一番多い。
メインのパターンと想定していますが、高齢者介護との一番の違いはケアする人が先にいなくなる。もしそこが、代替可能性がないと、継続性にかなり問題がある。つまりケアラーがいなくなった時にその人の生活が一気に立ち行かなくなる。継続性に問題がある。またもう一つは暴力というのは、まあ、介護殺人から虐待、ネグレクトまでグラデーションがありますが、基本的に特定の人しかいないとそういった暴力が起こりやすい、または暴力があっても誰も気づかない、最終的には介護殺人に至ってしまうというリスク問題を含んでいます。で、規範的なロジックまたは合理的なロジックで言えば、家族のケアは全部社会の側に押し出すのが望ましいと考えられます。で、立岩さんはですね、家族の中にあるものを外に出しても仕事の総量は変わらないと。つまりただでやっていた人がお金をもらうようになれば、社会全体で見ればプラスマイナスゼロだと。だから、これは損得はない。今まで受け取っていなかった人が受け取って、今までただで家族をから間接的に搾取していた人が払うだけだから、これは社会全体としては特にプラスでもマイナスでもないと、いう主張はあります。確かに頭で考えるとそうなんですが、それはどうやって証明できるかというのが一つの疑問ですね。で、なぜ家族は、二つ目、家族の外圧的義務なんですが、なぜ家族はそういう非合理を受け入れているかということに、私は二つ説明が可能だと思います。一つは外圧的な義務ですね。つまり法的に規制されているからというのが前提です。で、今家族による扶養を根拠になっているのは基本的には民法です。で、ここにありましたあるように、730条とですね、877条にはですね、つまり直系血族及び親族、兄弟姉妹を互いに扶養する義務があると。で、まあ、配偶者、親子、三親等以内というのがありますが、ここには基本的に親族は、親族というのはまあ法的な親族、または民法によるその扶養義務者は、ただでやらなきゃいけないということが書いてあります。で、また生活保護法も、民法による扶養義務者がいない場合にしか発動しないということが書いてあります。で、ここに書いてありませんが、扶養義務には2種類ありまして、生活保持義務と生活扶助義務です。つまり自分のお腹が減っているときは助けなきゃいけないやつと、自分のお腹が減っているときは助けなくてもいいという場合があって、ここで想定しているのは、まあ、成人をした障害者を考えます。つまり未成年ですと児童福祉法で、かなり強い、親の親権がありますから、ちょっと除外をしますが、成人をした障害者の場合どこまでこの義務が適用できるのか。で、法的に調べてみると配偶者または未成年の子とありますから、成人した子どもを親が自分の中が減っている時まで助ける義務はないと考えられます。で、まあ、法的にはこういう定義があるんですが、実際は親は自分のお腹が減っていても子どものケアをしているというのが前提です。よっぽど貧困なんですが。で、いわゆる明言明文化されたものはこの民法なんですが、明文化されていないものもあると思います。外圧的にして。それはいわゆる規範という。